ょっと最初あのそうそうそれぐらいでやった。早くしろって言ってだけどこれはこのゲームの中でノーマルになったら全然変わるよ。例えば試合中でこのパスを駆けつけるのか駆けて前を向いてこの選手に時間をあげるかそれだけで全部変わってくる。そのためのトレーニングとかこれとかも例えばこうやって出して前向けないのか前向けって言って前向かして前向いてで次ももう動き出してもちろんこんな速くなっていいと思うけど早く出せとけばコントロールはできる。じゃあ例えば来てるよって返すこともできて前に出すこともできる。オッケー変わる変わる変わる、はいはいはい、パッ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 、ああもう早もがち早もがち、いいよいいよ。イメージしてな、次体開いて前にくさび入れるイメージだ。いいやつだけど、おーナイスって微妙、むずいむずい、判断むずい、おーナイス、おーさ、パスピード押さ、そうそうそう、ナイス、ちょっと行こう行こう行こう。強すぎて味方が見せたら意味が手と緩ませない、まあ、キーパーが一番大事よ、このトレーニングキーパーから始まるからね、ビルドアップ。これぐらいやろう。やってたかもしれないけど、そのいつもこの質でやってたかもしれないけど、どうなんて逆に。もうちょっとやってなかった。やってなかった。なんで？落とした。それが基準かな。逆に。その今来る前のが基準で、要は誰もそれ以上やろうとしなかった。けど今日できた。だから変わるじゃん、基準が。これ今見てた選手も一緒。もちろんこれができることで全部試合が一気に好転はしないんだけど、少なくともこのパススピードだったりその周りの、 その丁寧さだったりこだわりっていうのを保ち続けながら5分、じゃあ10分1日やって、それが1日2日、1週間、1ヶ月、半年、1年になったら随分変わると思うよ、君たち。今の中で自分たちちょっと変わったじゃん。これでやんなきゃいけない。そう思うことがある。だこのパスピードでプレッシャーかけて、はい取れましたっていうトレーニングやるのか、これバシッと止めて、あ、ごめん、それ止めてくれ。いくよ。それ止めて、でも相手が行ったけど、ちゃんと俺のこと見てプレーできてるんで、周りも例えばポジション取ってパスできますっていうトレーニングになるのか、ここで取られて終わりかっていう。君たち一人、さっき言ったよ、あって一人一人なんです。一人一人の質で変わってくる。だからチームではある程度こういうのやるって決まったけど、一人一人はもっと上手くなれると思う。意識で、もうどっかで言ったけど意識がすごく大事で、それに君たちはもともと質はあるんだから、そこを自分たちで高める集団になってほしい。自分たちで判断して相手見て状況を変えれるチームになっていけるわけ。さっきみたいに自分たちであのパス良かったねとか、パスピード弱いねとか、これ止めれてないねって言ってるのを、今度はポジショニングだったり今行こうとか今行くなだったりっていう声に変えていけばいい。チーム誰かがやるんじゃなくて、一人一人